皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回、全くギター関係ないです。今回の動画はギターと全く関係ないです。音楽の音字も出てこないです。何の話をするかというと、トイックの話です。トイックの話をさせていただこうかなと思います。まあ、トイックテストを受けて、その結果が送られてきましたので、その結果のご報告とでも言いましょうか。まあ、そんな話ですので、お気をつけください。今年2014年の1月に、アップロードした2014年新年のご挨拶という動画の中で、僕は、3月16日のトイックテストの申し込みをしたぜなんていう話をさせていただきました。で、その時に、よかったら、興味がありましたら3月のトイックテストを一緒に受けてみましょうなんていう話もさせていただいて、まあ、実際に本当に申し込みをした方もちらほらいらっしゃるようです。いらっしゃってくださったみたいなので、まあ、その方たちのためにも、こんな感じでしたという結果報告をさせていただこうかなという感じでございます。ババン、こちらがそのトイックのテスト結果でございます。とりあえず、まあ、平たく言うと、結果から言うと、525点でした。525点。リスニング320、リーディング205。結果的に525点。僕の中では、もうちょっと行きたかったなっていうのが、そんな感じです。500前半か。もうちょっとできると思ったんだけどな。まあ、とりあえず、1月にそのトイックの申し込みをして、僕がやった勉強としては、こちらです。トイックテスト、究極の模試600問という、この参考書をメインにやってたような感じです。3回分の模試がついているんですけれども、まあ、その3回分の模試を何回も、ね、その解いたりとかして、まあ、そのトイック慣れみたいなのをしつつ、で、合間合間に DUO 3.0 という単語帳があるんですが、仕事の合間とかにそういうのをパラパラと見て単語を覚えたりとか、まあ、そんな感じをメインにトイック対策をしていたかなという感じです。で、2回目の、なんていうんですかね、この2つ目の模試を解いたときに530点という数値が出て、まあ、530点かって、まあ、そこからその2週間、3週間くらい期間があったから、その間にもっとめきめきとこう勉強をして、600点くらいは超えたいなと思ってたんですよ。で、実際にその模試を、ね、何回も何回も解いたりとか、単語を覚えていく中で、結構めきめきとその自分の実力みたいなのが上がっていくのもすごい実感できたので、いや、これはちょっと600点いきてない、600点いきてないなと思って、本番に臨んだんですが、やっぱりすごい難しくて、どうなんだろうな、どうなんだろうなって、本当に結果の、ね、通知が来るまでも全くもう結果が分からない感じだったんですけれども、ワクワクしながら、ね、こう封筒をパッと開けて、こうパッと開いたとき のがっかり感、500前半かっていうね、このがっかり感はなかなか凄まじくて、600超えたかったなっていう感じです。でも、まだね、初めてのトイックテストだったんで、まあ、こんなもんですかね。525点、こんなもんですかねって感じですかね。そんな感じで、3月のトイックテストを受けた方はどんな感じだったでしょうか。よかったらコメントの方に、僕は何点でしたみたいな感じで、なんかコメントなんかしていただけると嬉しいなと思います。525。もう1回とか、もう1回といえば、その2回、3回と、ね、たくさん受けないんですけれども、その日曜日に、休むのは僕の仕事の都合上すごく難しいんですよ。結構生徒さんに迷惑かけながら日曜日休んでトイックテストを受けに行ったような感じなんで。なんで、まあね、そのチャンスとして今年あと1回受けられるかな、どうかなって感じなんですけど、まあ、もし受けられるチャンスがあったらもう1回くらい今年中に受けたいですね。そして600と言わず、もうちょっと上を目指したいと思っております。リスニングはまあよしとして、僕はリーディングがやっぱ全然ダメなんですよね。やっぱすごく難しい。で、特にそのニュースアーティクルが出てくるともうダメですね。なんかこう、料理コンテストのフライヤーとか、このバーゲンセールのフライヤーとか、なんかそういうのはね、結構身近な問題だからかわかんないですけども、イメージしやすくてすごいこうね、さささといけるんですけども、なんかこう、なんとか社となんとか社がなんか合併して株価がなんたらかんたらみたいな、そういうニュース記事が出てくると、まあ、ダメって感じです。その3月16日のトイックテストもですね、その最後から2つ目のところあたりで、そのニュース記事が出てきたんですよ。で、そのニュース記事がね、もう読んでても 1% も理解できないぐらい、もう全然わからなくて、おおってなりました。もう全くわかんないから、普通にこうね、5問分ひたすらこう丸つけて、ね、なんか塗り絵する感じになってしまったんですけれども、そういう感じで苦手なところをもうちょっとこう潰していくような勉強を重ねてですね、
ちょっとこう TOEIC 慣れをしていきたいなと思いました。でも、まあ、僕のゴールはその TOEIC のスコアではなくて、英会話をすることなので、まあ、その辺は、ね、その TOEIC にこだわりすぎずという感じですけども、でも、もうちょっとこう得点を取れるように頑張りたいですね。で、まあ、TOEIC が終わっても、英語の勉強は着々と続けておりまして、まあ、いつか英語ベラベラぐらいの勢いで英語を習得したいなと思っている次第です。日本に住んでいると、英語習得超むずいですよね。英語を使う機会が全くないんで、なんかそういう環境をもうちょっとこう変えていきたいなと思う次第でございます。まあ、今年の終わり頃に僕はどうなっているかわからないんですけれども、今年も2014年、英語をまだまだ頑張っていきたいなと思う次第でございます。そんな感じで525点の滝沢でございました。これからもお互いに頑張っていきましょう。それでは、さようなら。